1798年1月のマニラ奇襲はフランス革命戦争中に行われたイギリス王立海軍によるニセバタ作戦。この作戦はスペイン領フィリピンの首都マニラでマニラガレオンのダホとスペイン海軍の状態の偵察を目的としていた。マニラは1796年に敵対関係となったスペインの艦隊が拠点としており、 年に一度成長中国のマカオからイギリスへ向かう、商船にとって無視できない脅威となっていた。イギリスはこの脅威に対処するために1797年にイギリス領インドからのフィリピン侵攻を計画したが、カンポ・フォルミオ条約の締結とイギリス東インド会社とマイソール王国の間の緊張から作戦は延期された。 1797年から1798年にかけての冬の中国戦隊を守るために、イギリス海軍の東インド指揮官であるピーター・レーニア、ジュニア少将は中国に大使を派遣し、エドワード・クック大佐率いるフリゲート2隻が護衛を務めた。護衛の任務が終わると、マニラから財宝が集まった船が、もうすぐ出港するという情報を聞いて、 エドワード・クックは自らマニラのスペイン軍の状態を調べることを決意した。こうして、クックを艦長とするシビル号とパルトニー・マルコムを艦長とするフォックス号は出発し、1798年1月13日にマニラ周辺に到着した。マニラ湾に怒りを下ろした後、クックは艦隊をフランス船に装い、スペイン艦領を続けざまに乗船させては捕虜にした。 捕虜にしたスペイン人からマニラの守備についての情報。マニラガレオンはすでにカビテで貨物を下ろしたことと、スペイン艦隊は長期間の修理中で戦闘には出せないことがわかると、クックはパシック側の口で奇襲を仕掛けて、砲艦三隻を無欠で打砲、続いてスペイン人捕虜を解放して南へ向かった。サンボアンガを攻撃して失敗した後マカウェと帰還した。スペイン王国は、 第一次大仏大同盟に参加し、当初グレートブリテン王国の同盟国だったが、フランス革命戦争開戦から3年が経過した1796年に、フランス第一共和制と第二次産イルデフォンソ条約を締結。この条約の秘密条項で、スペインがグレートブリテン王国との同盟を破棄して、戦線布告することが定められていた。東インドのボンベマドラス カルカッタといった主な貿易港を支配下に置き、1795年に本国をフランスに支配されたオランダ領西論、オランダ領ケープ植民地、そしてオランダ領東インドの一部を手中に収めていたイギリスであったが、スペインの寝返りにより、その東、インドにおける拠点をフランス勢力下にあるフランス島や、 西インド諸島のみならず、スペイン領フィリピンからの攻撃にも脅かされるようになる。当時、新朝領の関東やマカオは、イギリスの交易路の中でも、最重要な拠点であった。毎年初めに、イギリス東インド会社は、中国船体と呼ばれる大船体を編成し、茶などの貨物を乗せて、マカオを立ち、ヨーロッパに向かうが、この船体は、 イギリスの経済に大きく影響するものだったを超えるものだった。1797年1月、中国戦隊は東、インドでピエール・セザール・シャルルド・セルシー少将を率いるフリゲートの区籍からなるフランス艦隊に襲われた。このバリ海峡事件では、イギリスの指揮官がセルシーをうまく騙して、戦列艦が商船を装っていると信じ込ませて、フランス艦隊を撤退させ、 セルシーはフランス島に戻ってようやく騙されたことに気づいた。このためインドではセルシーが1798年にもう一度商戦を襲うのではないか、カビテに大艦隊を保有するスペインが同じ手口を使うのではないかという恐れが高まった。1796年11月に初めて戦争の危機を知ったレーニアはすぐさまフィリピン侵攻の計画を開始した。 彼は1762年のマニラの戦いを再現すべくアーサー・ウェルズリー大佐とベンガル総督のサージョン・ショアと提携して海軍と陸軍の大軍を準備した。しかし、その矢先に1797年8月のンポ・フォルミオ条約締結と第一次大仏大同盟の終結という知らせが舞い込んできて、イギリスは単独でフランスとスペインと戦わなければならなくなった。 さらに、イギリスの宿敵である、マイソール王国のティプー・スルターンが死者を派遣して、フランスの援助を求める情報がもたらされると、マニラ侵攻を目的とした陸軍はインドで釘付けに、され、作戦は中止された。中国戦隊の護衛は取り消しにならず、レーニアは艦隊の一部を東、中国の方へ移動させた。1797年春、何隻かの商船は、 ボンベイに集まり、マカオで中国戦隊と合流するための準備をした。レーニアはこの小戦隊の護衛に、シビル号とセンチュリオン号を派遣した。シビルは砲数40門のフリゲートであり、1794年のミコノスの海戦でフランスから打破したものであった。一方のセンチュリオンは砲数が50門で、7月に戦隊とマラッカ海峡を通過して、 戦列艦のビクトリアス号とトライデント号、そしてパルトニー・マルコムを艦長とするフリゲートのフォックス号と合流した。戦隊は航行中大きな事故もなく1797年12月13日にマカオに到着したが、船員は熱帯病に弱らされていた。小戦隊がマカオに到着した時、中国戦隊の出航まで数週間あったため、クックは、 マニラ港とスペイン艦隊の偵察を観光した。この時、マカオでは年に一度のマニラガレオンがもうすぐ到着するという噂が流れた。マニラガレオンは赤プルコから太平洋を横断し、途中グアムで停留しつつマニラへ向かい、200万スペインドルの金を運んでくるという宝船だった。金を フィリピンで降ろした後は東インドの貨物を積載してヌエバ・エスパーニャに戻る予定だった。この行き来が必要なのはスペイン領東、インドでは長年爆大の赤字続きでヌエバ・エスパーニャからの援助がなければ維持できないからであった。スペインドルは東インドの大半で流通する貨幣であり、その流れを止めることは貿易を阻害するがイギリス海軍は1587年の トマス・キャベンディッシュによる攻撃以降、ずっとそれを狙っていた。大型ナイクサブネをマカオに残し、クックは1798年1月5日にシビルとフォックスだけ連れて出発した。フォックス号はバーナードと名乗る言語学者を乗せていた。ルゾンを通過した後、クックたちは小さなスペイン商船に遭遇した。クックたちのフリゲートにフランスの国旗がわためているのを見ると、 スペイン商船はクックたちに接近した。スペイン船を打破した後、クックはその船長を細かく尋問して、マニラのスペイン艦隊は大規模な修理中で航行に適しないという情報を引き出した。スペイン艦隊は1797年4月に台風で大破して、クックがマニラに到着した時にはまだ修理が終わっていなかった。クックは、 情報提供の代償として、銀コイン3900個を除いて、貨物を略奪せず、スペイン戦をそのまま釈放した。クックはこの時、シビル号をフランスのフリゲートのフォルテ号に、フォックス号を同じくフランスのフリゲートのプルデンテ号に、偽装していた。1798年1月13日の午後遅く、シビルとフォックスの2隻は、コレヒドール島の要塞を無事通り過ぎ、 マニラ湾に到着した。翌日には、マニラ湾を通過、マニラとカビテの中間に怒りを下ろした。そこからカビテを調望すると、解体されて修理中のスペイン戦列艦サンペドロ、エウローパ、モンタニエス、そしてドックされて出港できない、フリゲートのマリアデラ、カベア、ルイーサが見えた。しかし、同時にマニラガレオンのマーケセッタが、カビテで貨物を下ろしたことと、 小戦のイカルロスが停泊中だったことも判明、クックを落胆させた。スペインは、エドワード・パッケンハムを艦長とするイギリスのフリーゲートのレジスタンスがフィリピン付近で目撃されたことを知り、安全策を取ったのである。先に怒りを下ろしたフォックスへ、スペインの警備官がやってきた。クックと同じく艦長のマルコムはフランス語を流暢に話し、 バーナードの通訳を通してスペイン人に到着した両戦艦がホルテとプルデンテであり、通称破壊作戦のための援軍や補給を求めた。スペインは補給を許可したが、スペイン艦隊は少なくとも3月まで出撃できないとして援軍を断った。クックは続いてラトゥール巡将を名乗って戦場の宴会に参加した。 フランスのラトゥール殉賞は1796年9月9日の海戦でスマトラ沖にて戦死したが、スペインはこのことを知らなかったようだった。他の船員も全員偽物のフランス制服を着ていた。ためスペイン人たちはすっかり騙され、クックの船内への案内にもすんなりと応じた。クックはワインを振る舞い、何回かの乾杯を繰り返した。この時の祝辞には、 イングランドの没落というものもあった。宴会が1時間ぐらい続いたところで、マルコムとクックはフィリピン防衛の状況を詳しく知った。この時、もう一隻のスペイン船がフォックスに接近した。このスペイン船は、フランスの到着を歓迎するスペイン官僚を大勢乗せていた。このスペイン船は、スペインの指揮官のドン・イグナシオ・マリアであらばの、ハシケだった。 彼自身は乗船しなかったが、もう一隻の船に、フランス宛のメッセージを持った死者を乗せてよこした。毎回、スペイン官僚が、船内の宴会に招待された一方、スペイン船員は銃口を当てられ、捕虜にされた。マルコムの船では捕虜にされた人々にはワインが提供され、出港前に釈放されることを確約したが、ホックスでは捕虜にされた人々が身ぐるみを剥がされた。 スペイン戦に乗船した一行は、パシック側の川口に向けて出発した。そこには、砲艦3隻が停泊しており、イギリスは異常攻撃による奇襲で戦闘もせず3隻を、ダホ・ホックスの隣に移動させた。これらの砲艦のうち1隻は32ポンド砲を、2隻は24ポンド砲を装備しており、また、それぞれ4本の旋回砲を配備していた。 マニラ港の責任者は激怒して、ホックスに乗船、奉還のダホに抗議して、返還を要求した。マルコムはほぼ聞き取れない、フランス語による長い攻撃演説をもって返答した後、彼を捕虜にした。そのすぐ後の16時、クックとマルコムは盛大な晩餐会を開催、捕虜たちに食べ物とグロックを振る舞った。この時、ホックスで捕虜になった。 スペイン人は200人に膨れ上がっていた。晩餐が終わると、クックは仮釈放の条件もなく、捕虜全員に船で戻ることを許したが、打破した砲艦は返さなかった。1月15日、クックとその小艦隊は、コレヒドール島を通過、南へ向かった。4日後、嵐により、砲艦一隻が船員12名と共に失踪し、二度と見つからなかった。艦隊は、 ミンダナオトを偵察した後、1月22日にサンボアンガに到着した。クックは、スペイン国旗を挙げて、補給を受け取ろうとしたが、シビルが入港中に一時座礁したことで、サンボアンガ総督、ライムンド・エスパニョールが派遣した、防衛艦は疑念を持ち始めた。スペイン艦の艦長は、イギリス船に艦長の名前を聞いたが、ライフル銃撃で返答されたことにより、サンボアンガ氏は、 警戒体制に入った。スペインに勘付かれたことでクックはその策略を諦め、翌朝にシビルを浸水させると要塞への砲撃を命令したが砲撃の効果はほとんどなく、スペインに450枚以上の砲弾を提供する結果になってしまった。一方のマルコムは水陸両用作戦として上陸作戦を観光、要塞を陸上から攻撃しようとした。 上陸船は激しい砲火にさらされ、そのうちの一隻に砲弾が命中して二名が死亡、四名が負傷する結果となった。もう一隻は座礁して動けなくなった。混乱に陥りながらも上陸したイギリス軍にランスを装備した250名の民兵が攻撃、イギリス軍を砂浜から追い払った。マルコムは作戦中止を決定した。砲撃はそのまま1時間続き、 その間にイギリスのフリゲート2隻は怒りを切って撤退した。結局イギリス軍は上陸船で失った兵に加えて9名が負傷した。スペインは1名が死亡、4名が負傷した。フリゲートを修理しなければならないので、クックはサンボアンガから半リーグ撤退し、3日間マストや偽装の修理をした。続いて北に舵を切ったが、 宝冠のうち二隻は関東までの航行に耐えそうも、なかったので船底に穴を開けて沈没させた。4日後の1月27日、マギンダナ王国のプーロックという村で水を補給した。当地のルマド人により2名が殺され、9名が森に拉致された。クックがコタバトにいるスルタンのキバブサーリアルに抗議すると、拉致された9名が釈放されたが、それは、 イギリス艦隊がインドに向けて出航した後だった。クックの奇襲でイギリス海軍は18人を失ったが、フィリピンのスペイン艦隊が脅威にならないことを確認できた。レーニアは後に海軍本部への手紙でこのことについての賛辞を述べた。ただ、歴史家の間ではもしイギリスの増援があったら、勝利を拡大できたという点で一致している。 歴史家のシーノースコート・パーキンソンは、もしクックがレジスタンス号と合流していたら、カビテのスペイン艦隊を全滅できたかもしれない述べた。しかし、合流した場合、指揮官がより想像力の弱く、勇気も足りないパーケンハムになるとも指摘した。海軍士屋のリチャード・ウッドマンは奇襲を批判した。彼は、この襲撃に輝かしい戦果はなく、 貨物船を打歩できなかったことが失敗だったと述べた。1798年の中国船体はそのまま事故もなく出航した。7月、レジスタンス号が事故による爆発で万華海峡にて沈没した。レイニアの軍の大半はフランスのスエズ船領を妨害する目的で航海に移動した。この移動でイギリスの商船護衛に穴が生じ、セルシーは フリゲートのプレネーゼとコルベットのブリューレグールをマニラに派遣した。修理が終わったスペイン艦隊は1799年2月、マカオに現れて、イギリスを驚かしたが、イギリスの指揮官、ウィリアム・ハーグッドは反撃。結局フランス・スペイン連合艦隊は、闇の中、マンヤマ諸島の方角に向けて撤退した。中国船隊は、その後、 1804年のプロアウラの海戦まで攻撃されず、その1804年の戦闘もフランス艦隊が混乱中に撤退するという結果になった。クックが偽装したホルテとプルデンテは1799年の初めインド洋における通称破壊作戦に参加した。プルデンテは南アフリカ1799年2月9日の海戦でイギリスの大ダラスに打破され、 フォルテは2月28日、バーレーシュワルで、クックのシビル号と戦闘に入った。この1799年2月28日の、海戦でフォルテは打破されたが、クックも致命傷を負い、5月25日に死亡した。ありがとうございます。